2016年リオデジャネイロパラリンピックは2016年9月7日から9月18日までブラジルのリオデジャネイロで開催された第15回夏季パラリンピックである。本大会からカヌーとトライアスロンが新競技が採用されることになった。別名リオパラリンピック。南アメリカ大陸でパラリンピックが開催されるのは初めてである。また、南半球での開催は2000年。 シドニーパラリンピックに続き、16年ぶり2度目の開催となった。今大会では、オリンピック競技とは別個で23種類のピクトグラムが用意されている。チケットの売り上げが伸び悩んでいたが、リオデジャネイロオリンピックが閉幕した以降、チケットの売り上げが劇的に伸びた。ロシアの国ぐるみのドーピング疑惑が発生して和田などが、ロシアの選手のオリンピックへの出場停止を勧告した。 IPC は8月にロシア選手団すべて出場を認めないことを声明を出した。五輪では陸上競技等一部を除き出場が認められたが、パラ五輪では対照的となった。内戦などによる難民のために初めて難民選手団が結成され、イラン及びシリア出身選手が参加した。コモロとリベリアも参加を予定していたが、開会式直前になって、 参加を取りやめた。不傷兵、元兵士の参加国が17カ国で、アメリカ合衆国は、出場選手10人に1人は兵士、または元兵士で、現退復帰も兼ねて、不傷兵のスポーツ支援が充実されている。平和の祭典で、不傷兵が活躍する世界の現状が2016年9月12日22時の NHK 総合放送のクローズアップ現代で、 放送された。リオデジャネイロオリンピックパラリンピックの競技会場の地図開会式は2016年9月7日にエスタジオド・マラカナンで挙行された。当日はブラジルの独立記念日であり、チケットは完売したが、雨のため空席が目立った。パラリンピック検証に指示された通り、式典は国際的なスポーツイベントの開幕を示す格式が高い儀式と、 開催国の文化を披露する芸術的な賞を兼ねたものである。ブラジルの国家は度重なる怪我などで、右手が不自由なブラジルのピアニストジョアンカルロス・マルティンスが演奏した。ジルマルセフが大統領を罷免され失職したため、第37代ブラジル大統領に就任したミシェル・テメルが開会宣言を行った。しかし五輪開会式同様、一部の観客に、 ブーイングが浴びる場面もあった。また、IOC 会長のトーマス・バッハは、友人で西ドイツ元大統領のバルター・シェールの葬儀出席を理由に欠席したが、IOC 会長のパラリンピック開会式欠席は1984年、ロサンゼルス大会以来初のことであった。閉会式は、現地時間2016年9月18日に、開会式同様エスタジオド・マラカナンで開催された。 式では17日のロードレース競技中に死亡したイランの自転車選手バハマン・ゴルバルネジャドの追悼が行われた。パラリンピック期の引き継ぎ式ではパラリンピック検証に従いパラリンピック旗候下パラリンピック参加水槽に続きパラリンピック旗がエドアルド・パエスリオデジャネイロ市長から IPC のフィリップ・クレーブン会長にそして小池百合子都知事に手渡された。 続けて、日本国歌、君が代の演奏、日本国旗が掲揚された。引き続いて、次回大会のプレゼンテーション VTR が披露され、この中で1964年に開催された東京パラリンピックが世界で初めて、パラリンピックという表現を用いた大会であったこと、同大会で、卓球男子ダブルスで、 日本選手団唯一の金メダルを獲得した、碇康則と渡辺不二夫の、障害者の見方が変わったとの言葉が紹介され、そこから引き継ぎ式のコンセプト、ポジティブスウィッチにつなげた。ステージ上では、義足のモデルのギミコ、義足のダンサーの大前光氏、暗闇の中での対話ファシリテーターの日山明ららが、自らの障害を生かしたパフォーマンスを披露、ピチカート5の 東京は夜の7時をカバーした東京は夜の7時両は朝の7時帯に合わせてダンサーたちがダンスを披露した。檜山のパフォーマンスはスーパーバイザーのシーナリンゴの頭に浮かんだ枕の子と東京は夜の7時にインスパイアされたたとえでロリアンがなくても目が見えなくてもあらゆる感覚を駆使したひ山は時空をワープできて ずっと待ちぼうけだった女の子を迎えに行けるというプロットに基づくもので、東京の映像を使って冒頭に、詩人の三角、水木が書いた詩をいくつか引用しながら、現代のリオの夜から23年前の東京の朝へ、迎えに行くというストーリーが、原曲に対する23年越しの開始詩として書かれた、東京は、夜の7時リオは、朝の7時タイに乗せて演じられた。最後は、 オリンピック同様に CU 院東京のメッセージで締めくくった。最後にカルロス・ヌズマン五輪組織委員長、クレーブン IPC 会長が閉会宣言を読み上げた。開催国2016年リオデジャネイロパラリンピックのマスコットは2014年11月23日に一般公開された。名前はインターネット上で行われた一般投票でトムに決定した。 ボサノバの名曲、イッパネマの娘を作曲したアントニオ・カルロス・ジョビンの愛称トムに由来する。ありがとうございます。